今日午前、山口県で発生したガス漏れが原因で、山陽新幹線の一部の区間がおよそ3時間運転を見合わせました。JR 西日本によりますと、山口県徳山駅付近の線路近くの道路工事でガス漏れがあり、山陽新幹線は安全確認のため、午前10時ごろから小倉広島間の上下線で運転を見合わせました。目処が立ってないんで困りましたね。ここで待ってようかなと、はい。およそ3時間後に運転を再開しましたが、およそ1万人に影響が出て、博多から新大阪の広範囲で最大で3時間の遅れが出ました。